ちゃっ、こんにちは。なんか豊さん、どこに行っちゃうんですか？移動ですか？配置転換。そっちの、はい、いや、あの豊さんの配置転換とか、部屋の配置転換は全然いいんですけど、そんなことよりも今こういう風にリーグが行われているのに配置転換をしているチームがポロポロポロって出てきてるんですよ。まあな、はい、まあ、気分転換もあるだろうね。あ、結構そんなライトなの。いや、気分転換もあるある。だって俺も森さんの時に一塁コーチやってて、はいはい、青山がサードコーチやってて、はい、後半戦から入れ替わろうっつって、はい、配置転換したことある。あ、そうなんですね。それももうね、サードコーチャーって言ったら選手みたいにドキドキするんだよ、はい、回すか回さないか止めるかみたいな、はい、で一塁コーチャーっていうのは割と気が楽なんだよね、はい、まあ、そういうところもあり、ちょっと気分変えようかとか、はい、まあ、ちょっとプレッシャーから解放してやろうかとか、まあ、そういうこともあるよね、うん、中にはね。結構大幅に変わったのが、うん、まあ、巨人なんですよね。まあ、巨人ね、巨人はもうお家芸みたいになってるそうですね、シーズン中にね。そうそうそう、まあ、去年でしたっけ、シーズン、シーズン中に阿部コーチを2軍から、監督から、はいはい、すぐ隣に置いたりとか、あと今回もですね、ベンチ外となった村田ブルペンコーチ、さらにブルペンに移動となった実松バッテリーコーチであったりとか、はい、あと三塁コーチャー、一塁コーチャーも変わりました、はい、亀井コーチが三塁コーチャーに行って、元木さんがまたベンチの中に、ね、はい、戻ってきたり、あと高橋久典さんが2軍の方の投手の方の何か教えたりとか、コーチング、これ何が、これね、はい、やっぱね、思考が変わるんだよ、はい、で、いろいろ勉強になるんだよ、うん、コーチは、うん、で、一塁とサードのコーチっていうのは、まあ、全く考えてること違うしな、はい、で、ベンチでも作戦とバッティング、守備、バッテリーコーチだとか、もう全く考えてることが異なってるから、うん、はい、だからそれなりに勉強になるよね。あ、だからまあ、うん、原監督の中である、まあ、一つ勉強してもらいたいっていうこともあって、いろんな経験を積みながらいいコーチになってほしいっていうことも、まあ、含まれてるだろうね。あ、それと、まあ、物足りなさ、はい、ここに置いてたんじゃお前の能力はちょっと物足りないから、ちょっとこっち行ってその能力を見せてくれっていうふうに、まあ、試してるのかもわからないしね。でも元木さんがやっぱりまた中で戻ってきて、やっぱり常に原監督の隣にうん、いると、まあ、安倍さん、まあ、元木はね、はい、ベンチの雰囲気を変えたりだとか、はい、声掛けでだとか、うん、やっぱうまいコーチだから、はい、で、まあ、原監督も話し相手という意味では、うん、まあ、元木は一番気を受けるんじゃないの。あ、安倍さんではなくてっていうところなんですね、そこは。まあ、そうだね、うん、だからそういう意味ではやっぱ元木を戻すっていうのは、うん、原監督が一番信頼してるのかなとは思うけどね。やっぱり安倍さんだと、やっぱ原監督だとなかなか話しづらいとか言いづらいとか、まあ、言いづらいとか話しづらいとかもう言ってる暇もないしね、うんうん、あ、うん、でそんなことを気にしてたら何もできないし、はい、監督っていろんな種類があってさ、うん、人の意見を聞いてくれるとか、はい、話し合って決めるとか、うん、まあ、最近ではその矢野監督と井上ヘッドがよく話してる、はい、うん、高津監督はあんまり話さないとか、うんうん、はい、でも原監督はやっぱ迷った時とか、こう先を見てこうこうこうなったらどう思うとか、うん、そういうことは多分話してると思うんだよ、うん、で決定するのはバーンと決定すると思うんだけども、だから先こうなった時にはどうするとか、うん、で中田監督みたいなのはやっぱこう話し合っていろんな案を出してあげて、よしこれ行こうっていうふうに選択型とかさ、うん、はい、いうところもあるし、うん、だからいろんな監督がいていろんな性格があるよね、監督にも、うん、だからそれに合う合わないっていうのはあると思うんだよ、はい、だからこれはもう仕方ないと思うんだよね、うん、うん、そうですね、いろんな配置転換があったりだとか、人を動かして風通しを良くしようとするとか、はい、まあ、原監督1200勝してるんでしょ、うん、まあ、あのぐらいの監督になったらチームを勝たすっていうことも大切だけど、はい、やっぱコーチを育てていくっていうのも一つの役割だというふうに考えてるんだと思うよ。まあ、プラスの意味でってことですよね。そう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 、こう配置転換した監督にどなたに聞いても反りが合わないから外したとは誰一人まあ言わないので。言わないよね。でも反りが合わないやつだっていくらでもいるから。いますよね、うん、それで配置転換食らったやつなんかいくらでもいるから。そうですよね、それは言えない話でしょ。はい、それはいくらでもあるよ。今年原崎あったでしょ。
まあいいや、もうそれはね、まあみんなの想像の中でね、まあまあまあ、あーありましたね、あーじゃないんだよ遅いわ、あの、ね、まあそういうのがやっぱあるよ、やっぱ確かに、まあどこの会社でも一般的にありますもんね、ああるある、うん、ただ、はい、会社はそこで我慢するけど、はい、我慢してる時間がないからさ、まあプロ野球は、ね、結果が出てくるからね、すぐあと、まあ、シーズン中に外部から投手コーチを、まあ、2軍ですけれども期間限定で入れるっていうのも珍しいなと思ったんですけど、これは2つ考え方があって、はい、高橋尚成からやっぱりいいものを引き出すという、はい、成長を促すという、はい、若手のね、うん、でそういうことが1点、うん、で2点目は組閣という意味では力量を試したい、あテス、まあテストじゃないですけど、ね、まあ、テストみたいなもんだよ、はい、力量を試して来季組閣する可能性があると。おお。じゃあ今桑田コーチだったりいますけれども、うん、だからいるにしても、うん、やっぱりよりいい人材っているわけじゃない、はい、で名前が先行したりだとかさ、うん、実績が先行するよりも、うん、手に取って見る方が明らかじゃない、はい、だからそういう意味ではそういうテストを行う可能性もあるよね、うん、そうですね、うん、だから2つの考え方があるね、ある、うんうん、日本ハムもですね、1軍の武田勝ピッチングコーチが2軍に行きました、うん、はい、でそこの穴は誰か代わりに入っているとかではないんですけれども、うん、まあ、ビッグボス曰くその自分の考えを2軍に行って2軍の投手たちに、まあ、手っ取り早く伝えてほしいと武田勝コーチにっていうでした。それは、はい、二軍監督に任しとけばいいよね。本来にやるか。いやいや、ビッグボスが二軍監督にこういうピッチャーを育ててくれよって言っときゃいいだけの話ですよ、うん、はい、でそしたらその通りやってくれると思うんだけど、うん、まあ、わざわざ生かすっていうのは、まあ、そこになんか気な臭い匂いはしないではないよね。やっぱそうやって疑っちゃうよね、うん、ファンはどうしてもそう見ちゃうんでしょうね。でも例えば俺思うけど、うん、ピッチャーがね一生懸命投げて、うん、ピンチになった、点取られて熱くなってベンチに帰ってきた、うん、横でごちょ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 言ってるコーチいるけど、はい、お前あっち行けやって俺だったら思うよ。それあの分かってるって悪いところはって、はい、できなかったから打たれてるんだよって分かってるわよって前いや俺は言いたくなるよ、はい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 、こう 今なんかこう人がいい選手が多いから聞いてるけど、うん、はい、だ俺はもう終わってから言えって、うん、終わってから風呂入って水でも頭かけてくるからそっから言ってくれって、はい、やっぱ試合中にかっかああいう時に言われるとやっぱりちょっとってなるんですね。いやなるよ、うん、もう露骨にマウンドになんていうのピッチングコーチが来た瞬間に露骨に嫌な顔して、うん、ああそっぽ向くやつがいるから ね、 ね、やっぱりいるよ、はい、何しに出てくんねんみたいな、うん、やっぱねその熱さがいいんだと思うよ、うん、でね自分たちはどうだったかのかわからないけど、うん、いちいち来られると鬱陶しくない、うん、いやですね。だって俺が打席に入る前に、うん、ね、あ、まあ打席に入って一球振るとするじゃん、うん、はい、そしたらベンチがタイム取って豊かちょっと来いって、うん、はとか思うよね、はい、どうしましたって言ったらお前こうこうこうなってるお前今言うなって試合そう思うよ俺だったらそうですよね、あれ狙えとかお前おそういらんこと言うなって俺も頭の中で組み立ててんのにって思うよ、うん、自分のバランス崩しちゃう。だからといって武田勝がファームに行ったっていうのは何の関係性もないんだけど、ないんだけど、はい、監督によってはいらない監督いるよねコーチが。ああもう自分で全部決定していくというか、うんうん、それは練習はさせといてくれと、うん、で技術的なこともある程度教えといてくれと、ただ試合になったら俺が全部決定していくと、うん、だから、まあ、例えばピッチャーを変えるって言ったら、ピッチングコーチで言うんだよ、はい、いや、もう一人行きませんかとか言って、うんうんうん、とか言うのがいるんだよ、はい、ピッチャー、あれできてるよなって言ったら、全然違うやつをやらせてたとか、いや、そういうこともあるんだよ、はい、やってたりだとかね、うん、で、バッティングコーチっていうのをさ、監督が誰だ行くぞって言ったら、あの誰と誰と誰ができてますけど、誰にしますかみたいな。うんお前は誰がいいと思ってこれがいいってはっきりパーンと言える人はいいよね、はい、でその代打を選択するのはもう大体監督がよしあいつ行くぞって言ったら、うん、もうやっぱこうあらかじめ作らせておくんだよ ね、うんうん、ねそこら辺の起点ができてないの
はダメなんだけど、ピッチングコーチアレグドって、いやもう一人二人みたいな、お前の意見なんか聞いてねえっつって、うん、ね、いや俺が変えるって言ったら変えるんだって、うん、そういう監督もいる、はい、喧嘩になったりしないんですか、だからお前の意見なんかいいんだよみたいないや、まあまあ、極端な話よ、はい、いやだけどそのぐらいやっぱ監督って、うん、やっぱ先のことも考えてるし、やっぱこの試合ここ行って遅れたら失うっていうことも考えながらやってるから、うん、ピッチングコーチっていうのはピッチャーのことしか考えてないんだよ、はい、うん、でピッチャーを成長させようとか、うん、まあ、そういうことも含めて考えてるわけなんだけど、やっぱ監督は勝負に行ってるわけだから、いやお前成長なんか関係ねえよって、うん、ここで変えないとみんなが不幸になる、うん、ね、負けると、だから変えるんだよみたいなことで決定していくからさ、はい、どういうふうな関係性でいるかっていうのはすごく大切なことだよね。そうです、だからマサルがそういうことではないとは思うよ、はい、ないとは思うけど、ビッグボスなんかはやっぱこう瞬間的なひらめきとイメージでやるから、そこに合うコーチじゃないとダメだよね。そうです、機敏なコーチじゃないと、うん、だからまあそこら辺でまあ行って、まあ、ピッチャーを作ってくれっていうことなんだと思うけどね、はい、うん、難しいよ監督は、わがままだからそうです、わがまま三昧だから、監督の一声で全部コーチとかの配置って土地で変えられるものなの？変えられるよ、そら変えられるよ、どこに誰かに相談とか、だけどそれは、うん、そのマイナスではなくて、はい、チームを円滑にスムーズにこう、うん、行けるようにそういう配置転換をするっていう、はい、誰もギクシャクするために配置転換してるわけじゃない、うん、そうですよね、あだからあのみんなそのスムーズに仕事がしやすいように配置転換をするわけだから、うん、まあ応援したいとは思うけどね。そうですよね、うん、その配置転換がね本当にきちっと出てチームがね浮上していく何か一つきっかけになればいいですかね。そういうことはあんまりないけどね、あんまりない、はい